はい、これから区間快速でハイヌスカっていうところまで行きます。それで電光がこんな感じで、だいたい半分ぐらいですかね、予定した感じで進んでおります。はい、ということでハイヌスカの駅にやってまいりまして、友人に渡すものを渡してこれから帰ります。また執筆活動を続けます。はい、これからキロに着きます。ハイヌスカから乗ります。はい、野宿明けです。新山口からこれから帰ります。野宿してだいたい電車席1冊分書き上げました。乗っていく電車なんですけども、115系の3000番台です。2ドアの車両です。2ドアですね。はい、では行って帰ろうと思います。と爆睡します。この車両の特徴は、窓側にも手すりがついていて、ほぼ117系と同じような感じの作りになっております。ただ稼働しないこの座席に関しては割と垂直に近いので、可動式の方を使う方をお勧めしたいと思います。ではこれで岩国まで帰ります。はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。